今からちょっとあの3時にちょっと小腹空いた時におやつ代わりにちょっと一品作ろうと思います。これは大根さんに教えて、大根さんって読むんやと思うんですけど、どこの方なんでしょうか。ということで教えていただいたレシピを一つ使い作ります。はい、じゃーん。炊飯器、まさかの焼き芋あります。何でしょう。ということで、あの焼き芋を使ってご飯を炊くんではなくて、焼き芋が炊飯器でできるよっていうことなんで、ちょっとやっていこうと思います。ということで、まあちょっとおまけの芋もついてくれてるんですけど、芋一本っていうことなんで、こっちの大きい芋だけ使います。なんかついてる、これ何？まさかの焼き芋一個を炊飯器に入れて 100cc の水入れるんですって。それで炊く飯ですって。でできるんですって。これ芋の大きさによって違うんでしょうか。焼き芋一本に 100cc って書いてましたけど、どうなんでしょう。入らないけど、これどうしよう。入らん、しゃあない、切ろう。ていていてい、はい、でこれで水 100cc 入れます。これ入れて、でこっちに移して、よし、はい、これで炊く飯いきますよ。さあ、ではしばしお待ちを。はい、というところで、できました。というか、これ芋ですけど蒸らすんでしょうか、どうでしょう。ちょっとわかんないですけど、一応じゃあ5分蒸らしときましょうかね。わかんないですけど、てい、3、4、3、2、なんで3って言ったの。ほい、ばあちゃん、これあの右端押してストップ焼き、タイマー教えちゃう使い方。右端押してストップ焼き、止まる。これで右端押したら5分間焼きね。でちなみにフンを合わすときには、左の一番左の端のフンを押したら、今5分から6、7って増えていくし、秒で合わせやったら、そのフンの横をやったら秒。ほいでリセット、今5ってついてるの消すのは、分と秒両方して、両方一緒に押す。それともう一つ、そう、横一緒に押して、そうそう。それで合わせてみて、じゃあ5分にしてみて、それ。5分。聞いてないね、話を。いや、ここじゃない。そうそう、そういうこと。5分に合わせて、そう。5分。やって。ほいで、スタートを押して、スタート。これです。あ、はい、そうで止めて、そしたらタイマーそうやって使うのよ。いつも時計見るけど、はい、で開けてみてください。はい、開けましょう。はい、な、なにや、ご飯かと思ったら、なんかあんまり感動がなかったね。びっくりした。はい、ということで抜いてください。うん、炊飯器で焼き芋できるんやって。美味しいかどうかを、そうで、食べてみます。はい、ということで炊飯器で焼き芋できました。美味しいでしょうか。ちょっとばあちゃん、あれやった、さっきこの抜くうちに食べてみや。俺後で食べるけど、食べてみて。少し食べてみるけどね。うん、あのホクホク感どうか。うん、びしょびしょ。あ、そうか、皮をね一緒に食べたらね、この皮にジアスターゼがあるんやって、うん、ほんで胸焼けせんの。ほう、うん、
そんな胸焼けするほど食べ過ぎたらいかんやろ。うん、そもそも甘い、ものすごい甘い。なんかつけた方がいい？バターかなんか。はい、ということで食べます。いや、どうじゃざっくりこうサクッ、びっくりした。はい、こんな感じ。すげえ、めっちゃ美味しそうじゃないですか、これ。近すぎ？いただきます。ではでは、この美味しそうな芋を食べていきます。なんか塗りたいけど、バターかなんか。うん、ちょっとホクホクっていう感じじゃなくて、なんか芯というかちょっとしびてるというか、すごい時間をかけてしっかり炊けてっていう感じにはなってないっすけど、めちゃめちゃうまい。甘い、この芋うまいぞ。ちょっと惜しいかなっていう感じですけど、できてますわ、わりかし。そうか、斜めに入っとったからあかんのや。これが、そこにちゃんと切っといて、切ってちゃんとついてたら、これ、きれいに炊けとったんちゃいますかね。久々に芋食った、うまい。おいしい。なんかすごい蜜が出てるみたい。バターも何もいらない、これ。やっぱり周りに、中の方になったらこう、芯が残ってたんですけど、やっぱりこう、炊飯器の縁に近いようなこう、下とか上の端とかいったらしっかり全部火が通ってる。でも炊飯器で入れてほったらかしにしてるだけ、この芋を味わえるとは思わなかったです。山下農園無農薬さつまいも。あ、無農薬なんや。無農薬栽培さつまいも紅はるかですって。すごいですね。ちょっと知らなくてもやっぱりこう見つけてみて、すごい素晴らしい食材食品っていうのがいろいろあるんやなと。はい、ということで今回炊飯器レシピですけど、大根さんに教えていただいた炊飯器で焼き芋ができるよっていうのをやってみました。ありがとうございます。なんかこんなんできるよとか、すごいまたあれば教えていただいたら嬉しいです。ちょっといろいろ炊飯器レシピも踏まえていろいろ作っていきたいと思います。またいろいろ教えてください。ありがとうございました。